さあ、いろんな意味で盛り上がる2回戦はラスト。さあ、頑張ってオガニーしてください。さあ、そして頑張って兄の仇を打っていただきたい堀進選手のチップ。さあ、注目の一戦です。俺は檻に生きる者よ。さあ、エディ使いは小川、対して堀進チップ使い。先の試合というか、なんと言ってもチップ使いはたった一人。さあ、この試合いかなる展開を見せるのか。攻めるのは小川選手。さあ、空中投げに持っていく堀進。アルファブレード、アルファブレードで回り取る。まさにその動き、忍びのことし、変幻自在の動きで見せます。さあ、ハイスラと巧みに合わせるスラッシュ。そして手裏剣投げて、手裏剣投げて、さあ、サイドバスト合わせた。青キャン、ここはバックダッシュを抜けるが、十分に前を取っていたせいか、まず1ポイントは小川。さあ、第2ラウンド、森進選手巻き返しなるか。さあ、前を取りつつも接地技を回る回ると、小川のエディ接地技を巧みに使う。さあ、追い上げを見せます、堀進選手。さあ、強し式転移を巧みに使っている。ダスト合わせていった。風がギャラリーが沸きます。さあ、これを受けて小川選手一気にいく。ドリルスペシャルを抜けていましたね。さあ、食らう打点を高くして、さあ、受け身をしっかり取る堀進選手。ここもやはり作戦なのでしょうか。さあ、高い打点でのダメージを巧みに食らっておりますが、投げ込んでいく堀進。前後左右入れ替わり、ベータプレート。ここはダスト打ちますが、ガード小川選手呼ぶ。おっと、アルファブレードプラスから空中コンボに持っていく。さあ、この勝負わからなくなってきたぞ。どうなる、オーバックルアスなのか。さあ、両者を待てるギリギリのせめぎ合い、中段から合わせていった。